大学研究所所長のぶです。今日はですね、メンバーさんから届いた写真を、検証していきたいと思います。これはね、フォアレイキジャイブですね。メンバー参加していただいてもう1年ぐらい経つのかな、十分。そしてここまで成果が出てきたというちょっとね、写真なんでね、ちょっとこれ今日は褒めちゃおうかなと思って、これね、どういう写真か。これはもうホイールですね。本来はね、ホイールじゃない、ノーマルフィンのジャイブに関してね、ウェーブだったりとか、どっちかというとウェーブに近いのかな、今やろうとしていることは。それのね、ジャイブだから、リーバイスサーバイのフォアレイキジャイブっていうことをね、練習しようと思ってたんで、風のない時期にいつもホイールを使って、ね、ホイールだとね、リフトしてね、プレーニング状態になりますからね、それでちょっと練習するっていうことをやってたら、逆に言うとね、ホイールのジャイブがめちゃくちゃ上手くなっちゃったっていう話なんですよね。これね、一番重要なポイントってのは、私がいつも言ってこう、スピードのある、抵抗のないものに対しての、だからフルスピードで、水面を走っていくときにはもうフォアレイキということなんですよ。海面が超デコボコでね、どうしようもなければこれはノーマルジャイブって形になるんだけど、そこそこだから、使い方としてはどっちかっていうと、ほら、リーバイ・サーバーだったり、ゴエだったりとか、ジェイソン・ポラコだったりとか、大きい波のボトムですね、比較的面がツルツル面で、ね、ツルツル面に近い状態ね、そこでフォアレイキっていう形で、体を前傾させて水面にセールをつけるっていう、この形をするときにスピードによってこうレールを入れるっていう形になるんで、そこで一番重要なボディコンバージョンっていうのが必要なんですよ。でボディコンバージョンね、メンバーさんはほぼ知ってると思うんだけど、知ってない人にちょっと説明すると、ボディコンバージョンはどういうことかっていうと、今ねここに足があります、こういう重心ですね。だから本来ね、ボディコンバージョン、本来の一般の人ってのは大体ここに重心があるんですよ。これノーマルジャブなんかもそうだけど、股関節のちょうど中心真上にちょうど上がったところでノーマルジャブっていうのを行うわけですよ。だからジャブ入る前にボディコンバージョンを行えないんですね。これ説明するとどういうことかっていうと、このボディボンコンバージョンを行えるとスピードに負けるってことなんですよ。ですから高速ターンに必要なのがボディコンバージョン。ボディコンバージョンっていうのは体の切り替えって意味なんですけどね、だから体をね、後傾から前傾に切り替える、そこから入っていく。そうするとターンの途中でスピードに負けないんですよ、鼻から前傾してるから。そうだから普通ノーマルジャブで言うとね、こっちのね、赤で書いた方がいいか、赤の重心の位置なんですよ。ここからジャブに入るんですよ、ほぼせいぜいちょっと前ぐらいなんですよ、膝が入るぐらいの。そうするとね、絶対にね、ジャイブの後半でね、スピードに負けてしまうんですよ。で、スピードの負けないためにはどうするかっていうと、スピードを落とすしかない。だからみんな止まってしまうっていう状況なんでね。だから、フォアレイキのように超高速ターンであると、このボディコンバージョンが絶対条件なんですよ。このボディコンバージョンがしっかりできてないと、重心移動ですね。だからこの黄色の位置に重心移動ができて、ジャイブに入って、そこからレールを入れていかないと間に合わないんですよ、もうね。ターンの加速に。だから鼻から後傾の赤い位置でジャイブすると、これはもう完璧にね、フォアレイキっていう形でね、セールを前に出したところで必ず後半失速するんですよ、止まってしまう。そうすると全く意味がない。フォアレイキ練習してんだけど後半失速してしまうって人は、このボディコンバージョンが絶対的に足んないです。鼻から後傾だから、結局だからセールだけ出してフォアレイキって呼んじゃうんですよ。フォアレイキの一番の重要な部分というのは根本的な問題ね、これは全体なんですよ、セールじゃないんですよ。そこを理解できないとフォアレイキができなかったりとか、レイダウンっぽいジャイブでもね、結局ボディコンバージョンができてないから全部失速したんですよ。そうすると全く意味がない。それだったらノーマルジャイブした方がよっぽどいいんですよ。ノーマルジャイブは絶対止まらずに抜けられます。そう、この重心移動ができるかできないかなんですよ。だからボディコンバージョンができるかできないかっていう、ちょっと今日は話、ちょっと話を褒めようと思ったらちょっとずれちゃったな。まずボディコンバージョンの話からしないとね、これなかなかわからないので、一応それがボディコンバージョンってやつです。だからこれからの近代のジャイブには絶対このボディコンバージョン、これボディコンバージョン、これ私が作った名称なんでなかなか伝わりづらい。重心移動です、体の切り替えです。後傾から前傾に体を切り替える、それもアプローチの段階で、アプローチの段階で後傾から
後傾というかね、普通の通常位置から前傾に持っていく。もっと言うと横乗りでしっかり入ってて、横乗りから前傾に持っていく。必ずこれ高速ターンには必要なんですよ。今の時代はボードも速いしセールも速いんで、高速に体を最初から持っていかないとダメ。だから私が言うジャイブとかっていうのはほぼね、全部が先行した、イメージ的には先行したジャブなんですよ。止まったジャブじゃないですよ。必ずボードの回転スピードの前に重心が行くような教え方しかしてないんですね。でもこれがね、これからもっともっと高速化すると思うんですよ、ある程度はね。うん、だって道具が良くなって軽くなって硬くなるわけだから、今までもそうやって進化してきたわけですね。まあこれからの進化ちょっと止まるかもしれないけどね、ちょっとゆっくりになるかもしれないけど、必ずねスピードを視野にして入れたジャイブの練習をするってことがね一番重要なんですよ。今までね何十年やってきた人もそこの視野が足んないので、今詰まってる人ってのは大体そこのに壁に当たってます。壁じゃないんだよね、視野に入れるか入れないかの話で、スピードっていうことが一番重要で、ってその先に自分が行くってイメージすればジャブってのはすぐ変わっちゃうわけですよね。ベテランさんに、ベテランさんなんか特にね、大体もう全部スキルは分かってるわけだから、そこだけの考え方の違いだけなんですよ。だからね、この方も、メンバーに入ってくれて1年でここまで来たっていうのは、そこの意識ある程度ねできる方だったのでね、まあね、ノーマルジャイブっていう形でできてたんだけど、ここまでしっかりした形ができたっていうのはもうそこね、意識を変えただけ、スピードが全部体と目線全部が先行するっていうイメージなんですね。でこれ見てもらうとねかっこいいんですよ、ね、見れば分かると思います。まずね、頭の位置って言ったらこうでね、もう完璧ですね。ほら、足首が45度で膝の入りこういう形なんですよ。わかりますね。だからもう完璧に45度ですね、完璧ね。そうなんですよ、45度、かっこいいんですよそう、それで他に言うとね、ちょっとこの白いポールがちょっと邪魔なんだけどもね、マストの位置がここなんですよ。で背骨のラインがここなんですよ。ってことは実言うとこれはね、マストとね背骨の平行ラインっていうのが基準なんだけど、それより入ってるんですよ。これよりこう平行基準よりもっとね、セールに近い状態に入ってるっていう方はあんまりないんですよ。このフォアレイキをやってもだいたい平行でいくんですよ。これはね、体が先に入ってるってことは、これはね、実言うとね、体先行型としてはもう抜群なんですよね。抜群に体が先行してるってことなんですよ。そういうことそう、これができるともうね、ほぼね、こう何いいんですよ。でここまで来て、あとはセール出すだけで、ここまで体がね入ってるので、ここまで重心としてね入ってるとね、ここからするとここまで入ってるわけね、こういうね行くとここまで入ってるわけ、体がね。そうするとあとはね、セールってもう水面までついちゃうんですよ、これね。水面にほぼつくぐらい、だからもうほぼ、セールだけ出せばね、ここまで肘がね、もう自分の右肩より内側に入ってるじゃないですか。ってことは体が前に来てるってことね。だから体がしっかり斜め45度に前に行ってること、完璧なボディコンバージョンなんですよ。っていうことね。だからこれはホイールに関して、なこれはホイールのジャブなんでね、こんなホイールのジャブしてる人、俺は見たことないんだけどね、それほどすごいんだけど、うん。だからあとはね、これはノーマルジャブに関しては、ホイールっていうのはね、小ターンじゃないですよ、実質ってね。ある程度大きなターンなんですよ。これです。